それではこれより第2部を開始させていただきます。第2部はニュースイングブレイズオーケストラの皆さんです。今年で結成27年目となること、よろしくお願いいたします。
聞かれましたので、私トランプ占いできますと、はい、いうことで、じゃあぜひそれをやってくれということで、はい、ただのひろこじゃもったいないから、じゃあエンジェルをつけたらどうかと言われ、はい、エンジェルひろこと、あの習字のね、渋い素敵な字でエンジェルひろこと、そうですね、でっかく書いてありました、書いてありました、はい、で、ね、ただい占いさんじゃもったいないからちょっと輪っかつけてみろって言って、あの100円ショップのね、はい、エンジェルのあのピンクの輪っかをつけて占いをさせていただきます。ふわふわでした、そうですね、表よりちょっと大盛況でね、はい、1人15分の制限かけられて、はい、大変、盛大に終わらせていただきました。そうですね、お茶のもトークで申し訳ございません。続いて2曲目お願いします。続いての2曲目は真珠の首飾りです。どうぞ。Thank you.
ボルノバです。どうぞ。Thank you.
相田博之、ワイキキ中尾、そして本郷博明、ジャスト・ザ・ウェイ・ユア、ね、皆さんも聞いたこともあるかと思うんですけど、はい、この曲はビリー・ジョエルのね、はい、素敵な曲でございます。そしてですね、このめくりというんですか、この字なんですけども、今先ほどソロをやったソロサックスの本内のりこさんがこちらをお書きになって、素敵な字でございます。皆様はこれね、桜の満開な待ち遠しい季節になってまいりましたが、はい、メイさんはどこの桜がお好きですか？はい、そうですね、どこの桜も綺麗なのですごく選ぶのは難しいんですけれども、白川で綺麗だなと思うのは白川の妙観寺にある乙姫桜。そうですね、はい、種類4桜で、はい、私は、さんは何、昔ね、小さい時生まれ育った小峰城の桜が大好きでして、はい、あの島がね、一面になってとっても寂しいんですけども、はい、三重村から見えるね、桜がとっても素敵です。そして、先日、はっちゃんねるで、はい、ここにいます、あの高橋村長とお天気キャスターの斉藤さんがご紹介になっていた大城の石物、大城の桜の木も綺麗だとお聞きしましたので、もし桜の満開になった時には、はい、お足をお運びになってご覧になっていただければと思います。はい、で次はここで素敵な曲を2曲ご紹介させていただきます。1曲目は It's Only a Paper Moon、 2曲目は Only You です。どうぞ。
歌声でしたね。そうですね。1曲目がイツオリアペーパームーン、はい、2曲目がオンリュー、ダイアン・シュアの曲でした、はい、ボーカルはナンシー。ここでリズムセクションのメンバーをご紹介いたします。ベース中野目正樹、ギター阿部和幸、ボーカル&ピアノナンシー、キーボード鈴木千秋、パーカッションウィリー佐藤、ドラム金子真嗣、そして何といっても演奏者の力持ち MJ 山崎ひろみ。ありがとうございました。いよいよ今日最後の曲となりました。はい、楽しいですね。最後の曲は軽快な曲でお送りいたします。シスターセリーです。どうぞ。
阿部和幸。ご健康とご多幸を祈り、そして何といってもウクライナに
一刻も早い平和が訪れますことを祈りながら今日のコンサート終了とさせていただきます。皆様本日はありがとうございました。お帰りの際お忘れ物